はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリーです。さあ、本日なんですが、ロールバックという最強カードがね、このように爆誕しまして、早何年。マスターデュエルにもやっと実装されましてですね、この最強カードを使っていきましょう。で、ロールバック何するかっていうと、ライフポイント半分払って、一番の効果ね、ライフポイント半分払って相手の墓地の通常トラップカードを、コピー しますよっていう効果。これは相手依存なんで、言うてそんなに簡単に決まるわけじゃないんですけども、2番目の効果、墓地のこのカードを除外すると、自分の墓地の通常トラップカードの効果をコピーしますという効果がありますね。だからコピーして強い通常トラップカードを、デッキにぶち込んでそれを落とせばいいと。トランザクションロールバックと一緒に。で、落とす手段、その要はカードをデッキから落とす手段として、いろいろカードあるんですけども、今日はですね、クソゲーをこれでクソゲー仕掛けていく構築にしてまして、名推理という、これ相手はレベル1から12までの、2位のレベル宣言して、通常召喚可能なモンスターが出るまで自分のデッキの上からカードをめくって、宣言されたレベルと同じ場合は、墓地を送って違ったら特殊召喚できるよみたいな感じの効果になっていまして、これエルドルッチのデッキって結構通常召喚できるモンスターが少ない、これ一応入ってますけど、5個の魔術師も入れれば一応、4枚のカードなんですね。で、これで、名推理打った場合結構の枚数めくれるんですよ。ちょっと5個の魔術師これアウトしてもね、いいかもしれないけど、ほぼほぼこいつが出てきてうざかったから、一応芝刈りも入ってるんですけど、芝刈りとか名推理を打って、こういう動きをすると結構そこそこの枚数が墓地に送られますんでね。特に名推理なんかは、名推理なんかうまくいくとさ、なんかデッキ20枚とか掘れるときあるんですよ。でこうやってなんか運ゲー仕掛けていって、そのロールバックと一緒に落とせる通常トラップカードを、クソカードをいっぱい入れてます今回は。クソカードと言われてるカードをいっぱい入れてます。例えばあれですね、まやかし知らぬ言い語り、これデッキ手札エクサデッキからモンスター特殊ができないっていう縛りがお互いに入る最強カードを、あとエレメンタルバースト、これ相手のフィールド上のカード全部パスするっていう効果。これコピーしたらちなみにコストがいらなくなるんで、ロールバックでコピーしたら、だからこのまやかしのなんかリリースした発動みたいなリリースいらないし、エレメンタルバーストのこうリリースした発動のリリースいらないし、あと拮抗勝負、これバトルフェーズ終了時であれば、拮抗勝負普通にロールバックでコピーして打てるし、あと単純に通常トラップって赤き血染めのエルドリクシーが通常トラップなんですよね。これも一応コピーして1ターンに2回赤き打ってエルドリクシー2体出すっていうことも一応できます、このデッキは。はい、そんな感じである程度のそのシナジーが、ある、通常トラップカードだったらもう何入れてもいいんですけど、こういう、カードで、名推理で、クソゲーをしたいっていうわけです今日は。あとは普通のエルドリッチですね。なんか永続トラップカードで相手、対話拒否しながら、対話一応してるか、永続トラップを開くというとか、あとはなんかそのアポピスでなんか永続あるから無効にしたり、神戦神通で相手の動き無効にしたりっていう。で、高校弱いんですよ、手札誘発入れたくなくて、名推理があるんで、だから手札誘発出てきた意味なんか分かんないじゃん。だから手札誘発入れたくなくて、で、高校マックリクダにしましたね。妨害を、相手の先行展開による、に対する妨害を、例えば超融合であるとか、それからキッコー勝負であるとか、この辺のカードを高校あったら引いて、バクっていきたい。先行だったらもうほんと名推理打つこれね。ちなみにエルドレッジ自体はめちゃくちゃ相性良くて、ロールバックとこれなんでかっていうと、これ手札から魔法トラップカードを墓地送って、フィールドのカードを墓地送るっていう効果があるから、これエルドレッジビームって言われてるんですけど、これエルドレッジビームでまずロールバックを墓地に落とせるし、あと、引いてしまったロールバックを魔法トラップゾーンにセットした後に、そのロールバックを、墓地のエルドレッジで墓地を送りながら特殊ができるから、エルドレッジ自体はめっちゃ相性いいんですよ、ロールバックと。引いてしまったロールバックを活用する方法が死ぬほどあるから、だからちょっとこういうね、なんか変なカード入ってるから変なカード入ってるから、なんかこの変なカードを引いてしまった時にもうエルドリッジでカバーリングできるって意味では、非常に強力なデッキと言っていいんじゃないか。ちょっと名推理消えだけどな。はい、やっていきましょう。とりあえずこう決まった時の脳汁すごいからね、癖になるぜ。デュエルスタンバイ。名推理してますね、これ。いきなり名推理から打つのかどうか問題ですか。いや、別にバレてもいいか。でも別にエルドリッチだとバレたところで結局名推理で墓地に落とせる枚数はあんま変わんねえから、呪われしエルドランドで一回俺はエルドリッチだって言ってからにしよう。うららもチェックできるしな。うららねえな。黄金鏡のエルドリッチを持ってくることができるぜ。よし、いけ。うおー、トウ
さあどうする、まあレベル10って言うか、あ、まあレベル10って言うわな。よし、とりあえずまやかし知らねえ方が激モカード落ちたぞ。コンキスター、コアンで買ってトーヤに輝かし赤き、呪われしコンキスター、いやちょっと待って、コンキスター落ちすぎるでやばい、コンキスターがセットできないのきつい。拮抗勝負、ロールバックこっちを、ロールバックこっちを、ロールバックこっちを、ロールバックこっちのマジで、ロールバックマジ落ちて、あ、ちょコンキスターめくれすぎ、あー、あでもロールバック引いてんのか、ロールバック引いてるわ、ロールバック引いてんのはでかいな。あー赤っきね、ロールバック引いてんのはでかすぎた、問題が発生してる。黄金鏡のエルドリッチで、エルドリッチビームってやって呪われし、ウォッチ送るか、まあでもどっちでもいいな、結局五光の魔術師もいらねえなこれ、五光の魔術師もいらん問題発生してるな。こっちでいいか、まあ言ってちなみにこいつが出てきてしまった場合はね、マジで本当何もできないんで、これこう落ちますね。でエルドリッチビームって言って、エルドリッチビームって言ってこれ持ってきて、でエルドリッチ出す。さあドヤ顔召喚ムービーどうぞ、かっけえ、マジかっけえこれ。で呪われしエルドランドの効果、まあ、エルドリッチ送っとけばいいか、エルドリッチ送っといたらいいんじゃね。てかマジでさ、やばい、黄金鏡のコンキスタドール全部落ちちゃった、まずい、ちょっとさすがにやばい。赤き血止めのエルドリクシルの効果を発動して、あ、ちなみに赤きをこれでロールバックでコピーして、エルドリッチを、デッキから出すっていうこともできます一応。はい、一応ね、センサーアポピスあるんで、まあハーピーのハルボーキとかそういう系のカードだったら一応止められますし、で墓地のリソースがたんまり一応あるので、まあちょっとたんまりあるというかコンキスタ全部いったけどな。コンキスタ全部いったけどな。ただまあ俺は知らぬい語りをぶち込めるんで、まあ問題はないというところ。やべ、ちょっとコンキスタ落ちすぎ、コンキスタドール、ちょ、落ちが偏るとこうなります。はい、でコンキスタの効果、まあ赤きで、ワッケーロ効果、これ何にセットできるんだこれ、コンキスタねえからあれか、あーそうだそうだ、コンキスタっていうかこれ黄金鏡じゃなくてこれエルドリクシャだよこっちか。で白木、はい、でドヤ顔、ドヤ顔まやかし知らぬ言い方にぶち込もう。ドヤ顔まやかし知らぬ言い方にぶち込みます。え、融合派兵決めえな、黙れ。トランザクションロールバックの効果発動、自分の墓地のトラップカードの効果をコピーしてるぜ。お前ちょ、墓地からしかモンスター特殊化すんな、エクストラデッキからと手札からとデッキからは特殊化すんなバカ。よし。口が悪くてすいません、口が悪くてすいません。チェーン赤き血止めのエルドリクシル、これちなみにね、あの僕もこれお互いにっていう効果なので、お互いに墓地からしか特殊化できなくなっちゃうんで、デッキから出したいんだけど、なんかある、ああ増字か、なるほど、白き打っとくか一応チェーンで、はい、増字はちょっとねアポピスでは無効にできないんで、あの盤面に出てきてくんないから、あのゴキブリは。さあどうする、お相手し誰。やばい、エルドリッチが無効にされちゃった。ちょ、エルドリッチがマジビーステッドとハカラに弱すぎなんだよな。まあ、でもさすがにでもワッケーロアポピスするまでもねえよな。いやさすがにちょっとなんかまだ早いと思うんですよこれ、アポピス打つの。まあ、別に計らされてもね、別に動けるんで、まあ、問題ないかなと思ったと思います、おそらく。はい、でモンスター特殊はできません。でエルドリッチ組んでデッキから出てきてカード1枚ドローされますと、まあ、それはいいわ。あ、この召喚ムービーマジかっこよすぎんだよな。この召喚ムービーがね見れるだけでね、ほんとこのデッキ使う意味あるといったところですな。さあどうする、まあ、効果無効になったレベル10のモンスター2体いるけど、まあちなみに手札からもエクサデッキからもデッキからもモンスター特殊にできないから、でもあのデッキそんなやることないと思うんだよね。よし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 、神神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 ゲーで、黄金鏡のコンキスタドールを発動する。黄金鏡のコンキスタドールによってこれ何これ、あ、除外されてるアンデッド戻す、あ、そんなことできんのこれ、え、なんか噛み合ってんだけど、噛み合いじゃんこれ、やべえ、これちょっと対話拒否しようと思って入れてたカード、これ実はこれエルドレッジ除外されたら戻せるカードってマジやば。ビンセットケアで草、やばい、ちょっとこれこの噛み合いやんのか、
強いな普通に。まあ、計らされてるんだけど、まあ、計らされてるんですけどね。いやこれ強いな普通に。シンプル強くて笑ったわ。あのカードなんだ、伏せカード。まあ、伏せカードはアポプシで無効にできるんで、まあ多分なんとかなるかなと思いますね。どうしよっかな。まあこれ無効になってるから何にも意味ないから、まあ普通に殺しに行くか。グスタケマックスしてニョキニョキさせて、ニョキニョキニョキっとさせて、おいグスタケマックスで、デカすぎる弾痕を相手の何秘書に、相手の秘書に 無許可でぶち込んでいくぞ。2000ダメージからの、超ド級ホート列車ジャガーノートルリーベ出していく。こんにちは。はいこんにちは。はいこんにちは。でジャガーノート効果発動、オーバーリミットを1つ使って、相手の顔面に6000のダメージをぶち込んでいく。ゴーカモン。あでもこれ赤きすればいいか。じゃあじゃあそれ赤きでよくね。赤き、対象のエルドリッチをウォッチから特殊召喚したい。まあ、ドルイドブリムとかいうモンスターいんのか。もう一生これエルドリッチ除外されるやん。マジキモいわ。で黄金鏡のエルドリッチが爆誕し、出てきませんでした。ゴー6000攻撃だりー。はあ、マジあいつ一生耐えてくれやんけ。耐久力強すぎる。ワンキルさせてくれ。アポピス、あメインフェイズにしかせないのか。メインフェイズにしかせないのか。バトルフェイズに出させてくれ。キャンセル。はいすいませんでした。スイマすいませんでした。スイマ、はい。まあ3000ダメージ与えられたのでよしよしよしよ。ドルイドブルムがいて、ドレーディングブルーマーがいて、ドレーディングブルーマーがいて、まあまあ一応セットか。まあエンドフェーズですね。何もできませんでしたので、まあでもこれ4癖あるんでさすがに大丈夫だろ。じゃあラッキーロも結構楽に相手には強いんじゃないかな。墓地除外できるからね。ああはい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 。ね、それはね、しょうがないね。それはもうしょうがない。もう甘んじて受け入れましょう。さあ、エルドリッチ君が除外されて、ドルイディングブルムが出てきて、悲劇のデスピアン。悲劇のデスピアン。アナコンダってことこれ。あ、そういうことか。なるほど。あー、はい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 。アナコンダはさすがに神戦した方がいいか。ドルイドブルムでちょられてもまあ別にいいか。ドルイドブルムはまあ別にいいや。ドルイドブルムでどっちちょられても そんな変わんねえからいいや。言うて。はい。で、手札1枚ね。さあ、で、ドルイドブルムの効果発動を、どっちにしますか。あ、ジャガーノートね。オッケー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 。まあまあまあ問題ない。まあ言うて問題はない。はい。さあ、どうする。どういうこと。え、あ、そういうこと。なるほど、答え合わせね。大変でした。いや、後手のハンドとしては非常に優秀なハンドと言ってもいいんじゃない。これはさすがに超融合名推理さすがに強いんじゃないか。はい、財宝狩りからの、ディアベルスターいいよ。展開はちなみに手札誘発というものは入ってられませんので、このデッキ1枚も手札誘発と言われているカードは1枚たりとも入ってませんので、相手の、効果全部ダラ通りするということなので、まあ、その作られた盤面をどうやって返していくかという話ですからね。はい。まあ、超融合を聞いてるんで、まあ、超融合は聞く盤面でやってほしいんですけど、スネークアイはね、言うたら聞かないことも結構あるんだよな。まあ、でも名推理を止める手段はほんとうららくらいしかないから、あのデッキ魔法トラップ向こうがあんま飛んでこないんで、まあ、バロネス出す構築じゃなければね。なんで、まあ、意外とメイスリーは通るんじゃないかと僕は予想します。っていうか、なんだろう、メイスリー通らないとやばい。いや、これ超融合してもな、結局なんかフランベルジュで出てくるんだよな。で、神殿でマスカレナ出てくるから、結局なんか出てくるの変わんねえんだよあんまり。これでトガ姫も出てくるんだよ。これ超融合したことあんま意味ねえの。これあんま意味ねえわ。あんまり意味ねえ。まあいいか。まあもういいわ。なんか受け入れるわ全部。
全部受け入れましょう。全部受け入れます。いや、あの手札が占ったことないだろ。そんな都合よくね。これ不倫なんないこと祈るんだけどさ、これどっから入るかな。いや、でも占じゃなければいけるから名刺入りじゃね。占チェックもできねえもんなこれ。よし行くぞ名探偵、レベルを当てろ。さあ当てるぞ、当てるよ名探偵。どうする、レベル何宣言する何のレベルを宣言するかな。てか占ないでこれ、これ多分レベル宣言してるチェーンでしょこれ。やった、よし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 、いやよしよしよし、いける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 、めちゃくちゃめちゃくちゃなこと。今日拮抗勝負が落ちた、ロールバック落ちろ、ロールバック落ちろ、マジでマジでやろう、落ちた落ちた、ロールバック落ちた。神ゲーが起きる可能性がある、ロールバック落ちたらマジ神。あ、五光の魔術しか出ないなこのデッキ。まあ、ちょっと盾で出してで攻撃していなくならせよ。五光の魔術師なんていうモンスターはね、あの邪魔なんでね、あの盤面から消してね。てか五光の魔術師これいらんの、いらないのかな。芝刈りがあった時にね、五光の魔術師落ちると強いなと思って一応入れてんだけど、まあ、なくてもなかったらなかったらそんな大したみたいな話あるね。はい、さあ邪眼神殿で、ポプルスが飛んできて、でポプルスの効果によってなんかサーチされる。ちなみにこれは、あの皆さんにこれはうまくいけばなんですけど、0枚拮抗勝負が、お見せできる可能性があります。0枚拮抗という最強のムーブを0枚拮抗、フィールド0枚拮抗、つまり何ができてできるかというと、相手のフィールドカードを全部裏側で除外するというあまりにも最強のムーブができる可能性が。何、あ、まあリンクリボーいいだろう、リンクリボーいいだろう。まあ、攻撃力ゼロにされたところで自爆特攻するに変わんねえから、あんま関係ねえわ、あんまり変わんねえ。リンクリボーはどうでもいい、いいよ全然いいよ。さあどうする、マスカレーナでなんかユニコーンとかされても別に結局それは盤面が消えるからあんま関係ないもんな。どれかに自爆特攻できればいいんで、はい、モンスター全部消えるみたいなやばいこと起きたらちょっとあれだけども、まあ、リトルナイトいなくてよかったらマジで、リトルナイトいたらちょっと本当逃げられてもちょっとゴミみたいになるんだけど、はい、リトルナイトマジこのゲームいないんで、ジーランティス特殊召喚いいでしょう。まあ、ジーランティスはこれあれだよね、逃げれるみたいな効果は自分のメインフェーズだけだもんね。だからバトルフェーズ中に走行リンクだったらなんか爆破できるよみたいな、効果あるんですけど、まあ、それは別にいいので、でバトルフェーズ入ります、バトルフェーズ入ります。てかあれじゃん、フランベルジュの効果使わなかったんだ、なるほど。まあ、あれかな、どうせ除外されるの分かってるのか相手。これ今から何が起きるか分かりますか皆さん。これがねエルドリッチ、その推理エルド使ってる時に一番気持ちいいんだよねこれ。これマジ一番気持ちいいのいくから、これいきます。バトルフェーズ終了宣言。このタイミングロールバック発動、ロールバックの効果自分ともちろん拮抗勝負をコピー、うわー全部除外しろバカタレが、全てのカード除外しろ、なれそれはいいわ。全カードを除外、なんでかっていうと今僕フィールドに0枚なんで、カードがフィールドが0枚なんで、これこのタイミングで拮抗勝負をぶち込むことによって相手の裏側のカード、あ、そういうことか、なるほどなるほどね。あ、除外されたくないから自分のカード破壊する、あ、それうまいな、なるほどな、拮抗勝負への対抗うまいな。あー、まあでもまあ言うてサラチンできたな、でけえ、なるほどな、そうやって妨害残してくるんだかこのデッキ、なかなか強いじゃないか、いいだろう。はい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 、トカちゃんね、トカちゃんダリーな、トカちゃんいたら墓地からなんか飛んでくるのダリーな。まあこっからあとはまあ天候ここ逆転したみたいなもんなんで、あとはちょっと盤面作っていけばいいんですけども、どうするかな、これエルドリッチピン打とうかな、とりあえずちょっと赤木の効果だけ使うわ、赤木の効果だけ使ってまあとりあえずコンキスタセットしときゃいいか。まあコンキスタ今回残ってましたね、さっきね、なんかさっきねコンキスタ全部落ちるっていうねちょっと地獄が起きたんですけどはい、地獄起きたんですけど、そうですね、これビームで超融合も使わんくね、超融合とはこれ使わねえんだよな。でこれで支援のトカ姫ぶん投げるでしょ、で、セットセットセットエンドなんじゃないのこれ、多分神戦あるしな、
過敏性があるの結構強いと思うんだよな。ディアベルスターのあの特殊召喚無効にできるんですよ。あれチェーン乗んないから。あーコンキストはどっちでもいいな。ワッケーロでいいか。ワッケーロを除外して、まあ、これは赤木でいいかな。はい、よし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 決め。ゼロ枚キックをぶち込んでからの極性、これがエルドリッチよみんな。これがエルドリッチ、これがね、リッチオブエルド。あーエフェクトベーラー、まあ確かにエフェクトベーラー一切あの意味ないな、これでっけ。いやこれ、これ神戦じゃねえ、これこれ神戦なんじゃねえの。手札2枚でしょ。いや多分これ神戦なんだよな。これで多分相手2枚から動こうとしてエクセル召喚とかかな、できるとしたら。もうセンサー打ったら多分なんとかなるんですよ。もうもうセンサー打てばいい、あとは。はいーはーい、一回ちょっと赤き打つわ。赤き打ちまーす。赤き血染めのエルドリッチで、デッキからエルドリッチが爆誕しちゃうよ。ブイーン、かっこいい召喚ムービー、マジで。で、これでトランザクションロールバックの効果で赤木をコピーしちゃうよー。はい、2体目のエルドリッチ出しちゃうよー。あっつえ、マジでこれ、まやかし語りする必要性すらなかった。あい、さあ、どうしますか。レベル10のモンスターが2体いるね。さあ、墓地のコンキストドローの効果も発動しちゃうぞ。さあ、どうする。なんかチェーンあんのよな、なにこれ。何のチェーンこれ、わからん。え、それ制限することある、そのデッキ。なんか墓地にカードあるないよね、何これ。手札のカードとの増字とか、わからん。何持ってんだあれ、まあ、とりあえずちょっとグスタフマックスいっか。グスタフマックス、まあとりあえずあの相手盤面ガラ空きだった場合はこれするって決めてるんで。さあ、土牛砲塔列車、グスタフマックスが生きり立っていく。生きり立って2000番からのジャガノートで6000だよ。大丈夫、お前死ぬぞ。マジで光ってないの何これ。ちょ、光ってるのが何かだけ本当教えてほしい。グスタフマックスの効果を起動するぜ。さあ、エルドリッチを墓地送って、お前なれー。あ、無限法要か。あ、はい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 、無限法要か。まあアポッピスでいいか。アポってアポッで永続出せば無効にできる。ちなみにこの電信アポピス、電信か、電信アポピスっていうモンスターめちゃくちゃ強くて、永続トラップカードがある状態でこのカードが、爆弾すると、表側のカードを無効できるっていう効果がありまして、これでハービーの羽毛布が無効にできるんですけど、これでこういう無限保養みたいなカードも無効にできますんでね。はい、まあ、つまりグスタフマックスの効果が通る。バゴーン、いきまーす。おい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 、さすがにジャガーノートリーベルの効果を起動して6000ダメージをぶち込んでいくぞ。バトルフェイズだぜ。いやー、おらー、神神ゲーゼロ枚キック気持ちよすぎ。いやー、エルドリッチ楽しい。エルドリッチ楽しいな。なんかまあ、言うてそんなになんかさ、クソ強いとかはじゃないけど、なんかこの永続トラップとこの通常トラップで戦っていく感じなんかちょっと好きですね、非常に。はい、あんまりそういうデッキ使ってこなかったっていうのが結構あると思うんですけど、まあ嫌悪感を抱いてたからね、対戦してる場合は。やっぱ自分で使うとこういうデッキって楽しいんだよな。あ、だから皆さんもね、エルドリッチあんま好きじゃねえなみたいな人もね、自分で使ってみて、で多分ね、このデッキの楽しさみたいなのに、ね、気づける時が来ると思う。俺もね、その段階はあった、正直。そのエルドリッチにの楽しさに気づいていないみたいな、ちょっとまだ浅い時間を過ごしてきたから、うん、今になってこのエルドリッチというねデッキの素晴らしさにね、やべえ、ちょっと待って、週末の騎士はやばいやん。ちょっと待って、もうソリティアデッキやんこれ。絶対にもう装備カード4枚入ってる時点でおかしいんだよな。何すんだこれ、わからん。カウンターを3つ取り除いて、ああはい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 、なるほどですね。んー、やばい動きしてるね、普通に考えて。あー、やばいね。で、あー、うさぎちゃん出てきて、うさぎちゃん出てきて、あー、これ何出てくんの、これわからないんだけど、ちょっと超融合を聞く番目にだけしてくんない、それか死ぬ俺。
このこういうデッキで俺知らなかったことあんまないんだよな。こういうデッキで知らなかったことあんまないっていう話する。あ、何これ。あー、なるほど、なるほど、なるほど、理解で、これで効果有効にするのね。はいはいはい、なるほど、理解しました。さあ、とりあえず何が、雑貨商人をおそらくリバースしたいんでしょう。これはリバースして、あで、ディサイブルで手札戻して1枚ドローして、で1枚戻す。でこれデッキの一番下に行きました。で AD チェンジャー効果起動します。表向かせます。雑貨商人リバースします。効果発動します。あー、もうゴミみたいなモンスターね。もう一発目からゴミモンスターをしたわ。ちょ、俺のライフ残ってる可能性が劇的に低くなった。ちょっとやばい。これやばい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 。アリエンボチクワシ入る。落としすぎやろ、落としすぎやろ。あー、やばいこと起きたな。俺どうすんだこれ。わからん。何が起きんだ、何が起きんだこれ。え、神道竹光、はい、ファイアウォールガーディアン、なるほど。あー、そういうことか、なるほどね。で、ゼピロスを、特殊召喚して、こっからまたソリティ始まるんすか。ちょ、勘弁してくださいよ。ディガレスですか。あー、やばいですね。ディガレスの効果起動。さあ、オーバーレユニットを2個使って次のメインフェーズを1スキップされる代わりに自分の墓地からモンスターを特殊召喚していく。さあ、何が出てくる。はい、ゴミきたー、ゴミきたえ、これ待って、これ何起きるの、これ本当だから。おい、なんかよくわけわけわかんないことしてるぞ。なんだこいつ、何が起きるんだ一体全体。エッジブシザー、おい、それじゃ長えな。さあ、ファイアーボールドラゴンの効果で究極宝玉神レインボーダークドラゴン、こいつは2周年記念パックで入っていた超ハズラクと言われていたカード、闇属性除外して出てこれる。なるほど、7種類を1枚ずつ除外、強えな。簡単に出てくるぜ。やばい、これどうやって打点アップするんだっけ。これ自分で打点アップするのか、これ。なんかレインボーダークドラゴンってなんかそうだよな、自分の墓地のカーモンスターなんか闇属性モンスターを全て除外して打点が500アップ。やばい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 、除外しすぎだろ。うー、使い方間違ってんだってそれ。